フランツ・フラニツキーは、オーストリアの政治家。1986年から1997年まで、首相を務め、1988年から1997年までは、オーストリア社会民主党党首も務めた。ウィーンで労働者の家庭に生まれる、1955年に、世界貿易高等学院に進み、修士課程を修了する。 1960年にはオーストリアのバスケットボール代表選手としてローマオリンピック予選に選抜された。1960年にジーメンス・シュッケルト社に入社し、経理を担当。その翌年に国立銀行で国民経済担当部門へと転職。1969年には商業経済博士号を取得している。 1970年、当時のハンネス・アンドロッシュ財務大臣から財務省の経済、財務顧問として任命を受け、国際通貨基金や世界銀行で活動を展開し、1976年からはクレディタン・スタルトバン銀行の副東取、1981年には同行の東取に就任し、さらに同年にはオーストリア・レンダーバンクの筆頭役員に就任している。 1984年からジノバッツ内閣で財務大臣に任命され、1986年から連邦首相を11年務めた。第一次内閣は連立政権を組んでいたオーストリア自由党の党首に右翼色の濃いエールクハイダーがリベラル派を排除する形で就任したことを受け、1986年9月に連立政権を解消。 同年の総選挙では10議席を失いつつも、オーストリア国民党との連立政権を樹立し、1987年1月に二次内閣を発足させた。当時のクルトバルトハイム大統領が第二次世界大戦中、国家社会主義学生同盟とナチス突撃隊に所属していた事実から、イスラエルによる大使館の閉鎖、アメリカから、 バルトハイムが危険人物として格付けされるなど、多くの西側諸国との大統領外交を閉ざされ、外交面で孤立する危機を迎えた。1991年7月8日、フラニツキーは国民議会でオーストリア自由党党首のハイガーが国家社会主義政権下の秩序ある雇用政策を肯定的に評価したことに対して、としてヒトラー政権下のオーストリアを 犠牲者とみなすだけではなく、戦中における自らの責任に対しても言及した。また、ベルリンの壁崩壊後、第二次世界大戦後から、東西陣営双方の情報収集拠点として、立ち回っていた、中央の中立国としての利を活かし、経済的、政治的混乱を乗り切った。いずれもドイツ語。ありがとうございます。